アドマチックということでやっていきましょう。今回はクロードを使います。僕はまだまだ強くなりたい。だから引き続きあなたから学ばせてもらいますね。はっきり言いましょう。このクロード、リューパーにおいて最強キャラです。こいつね、ぶっ壊れでございます。スキル、コモスキル見ていきましょう。スキルが盤面に自分の神駒が1枚もない時に発動で 2.1 倍の火力。で、コモスキルが自分のデッキに竜駒が10枚以上入ってると 1.6 倍になると。これね、竜パ、まあ、というか竜タンですね。竜タンにおいては、このスキル、コモスキル、無条件で発動できるというわけでございますよ。うん。でね、火力もね、相当出るんですよね。デネブリーダーからだと、こいつ1枚返しで4700出るんですよ。4700ってことは、アムルガルよりだいたい100ちっちゃいぐらいなんで、相当出てますよね。レグスよりも200高いんですよ。めちゃくちゃ強いです。んで、コンボスキルが 1.6 倍、これ無条件で出せるということなんで、どのタイミングで出しても必ず仕事する。それがこのクロードでございます。ということで、今日は、クラスマッチをやっていくんですが、今日の盤面がこちら。はい、というわけで、神がステータス 1.1 倍で、カドマスが回復マスということで、耐久が多いんですね。つまり、耐久を狩ることができる、このリューパでね、ガチリューパ。まあ、前回ね、前回っていうか結構前だけど、はい、マジシリーズでリューパーの、本気のリューパーを見せますみたいなこと言ってたんですけど、改良を加えまして、さらに強くなりました。ということで、やっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。いただきました。耐久来ました。そして先行でランドタイランド引いて、オルロを出せるという、そういう展開じゃないでしょうかね。あ、高校ですね。もうここ引いちゃったのはしょうがない。OK。いいね。これね、デネブ以外の S が2体引けてる。非常にいいですね。これは素晴らしい。もういつでも出せるからね、クロードはね。さあ、リューパの風林火山というのを見せてあげましょう。早きこと風のごとく。まずはクロリスいっちゃいましょう。早きこと風のごとく。いいよ。これ、クロリスとクロードって能力似てるし、いや、似てるよね。無条件って考えたらリューパにおいて。しかも名前も似てるよね、クロードとクロリス。なんか関係あんのかな？なんかしらこいつら関係ないですかね。さあ来い。ランドタイラント。動かざること山のことし、ランドタイラントが来ましたね。とりあえずクロードで殴りまーす。ファー、強すぎまーす。コンボスキル使ってませんよ、クロードさん。強すぎません？強すぎない？オッケー。さあ。まあ、風からね、風林火山の凛と、火を飛ばして、山が来ちゃったわけですけどね、ランダタイランドというね。さあ、ドラゴニュートルです。いいかな、うん、ここは。じっくり行きましょう。ここはね、焦ることはない。ショート X 打たなかったのもね、今回 HP 相手高いし、なんか耐え切られる可能性もね、なきにしもあらくなんで、うん、ここはね、焦らず行こうよ。まったり、まったり、まったりな、急がず、焦らず、参ろうか、という歌あったじゃん、昔な。うん。急がず焦らず行きましょう。あ、サマール。いいですね。しかし、ここに来て行きますよ。侵略すること、火、間違えた。侵略すること、火のごとく。さあ、アムルガル来ましたよ。林が来ませんね。まあ、林って言ったら多分、あれかな、オルロソルシエとかそんな風になってくるのかな。おっと、ここでデバフかけていきます。ただし、その程度のデバフ、全然問題ないですよ。アムルガルの 2.2 倍を舐めちゃいけない。舐めちゃいけない。まあ、サマールーンとか出す。いや、ここでも浮力砲台でいいかな。うん。ほら。デバフかけて、この火力。素晴らしい。相手だってこれさ、B の5ここに X を置いてきた時点でさ、ほぼ諦めモードでは、オセロする気、ないんじゃないか？攻めてる。オッケー。アムルガルが生きてる。さあ、レグス来るかな？レグス！リュウレイ。いや、まあ、ここはでもね、焦ることはない。バフかけていこうよ。ゆっくり行きましょう。うん。上手に焼けました。オッケー。うん。上手に焼けましたよ。まあ、これサマーあるんね。ほんと今の季節にぴったりですからね。うん。焼肉しましょう。おっと。そうきますか。さあ、ここで火力マスを生成していく。しかし、ここでレグスがいければ、ワンチャン倒しきることできないから、さすがに1万は飛ばないかな。どうだろう。来い。やるか。素晴らしい。いい引きですね。まあ、ここは、使っときましょうか。どんぐらい出る？素晴らしい。倒せ。倒しちゃったよ。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。やはり同じ考えの方がいらっしゃるようで、18000、私より若干 HP 低いね。
ただ先行いけた。しかもこれ手駒結構強いね。ドラゴニュートルーから入っていきましょう。このドラゴニュートルーね、侮ってはいけない。先行初手でバフキャラをね出せるっていうのはね相当強いんですよ。まあ、高校だとあまり旨味はないんですけど、まあ、先行っていうのがいい。さあどうする。いや、それでも全然問題ないね。これ普通の影光だったらこれ返さなきゃってなるけど、その影光竜駒2枚以上ないと発動しませんからね。これは無視していいでしょう。レクス行っておきましょう。さあ殴るよ。まあ、ね、やっぱりね、相手リューパーなんでノイレとか飛んでくる可能性もあるんでね、ちょっと序盤から攻め急ぐよ。うん、もう一旦このドラゴニュートルー出してもよかったんですけど、ノイレとかね本当あるからね、ワンチャン出してくる可能性。なるほど、うまいね。そうきたか。はい、強い。え、てか、え、クロードこれ届く、もしかして。これ届く、これクロード届くんじゃね。これ届くぞ多分。え、強くない。いや、ちょっとこれは強すぎますね。大変ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。まあ普通にクロードコンボスキル今回使えなかったんですけど、強さ分かったんじゃないかなと。どのタイミングでもほんとね最大倍率出せるっていうのはね、まあ強いんですよ。しかも4700ですからね、フォーマルハートとかあの辺と違ってもうトップクラスの火力をどのタイミングでも出せる。でコンボスキルも腐りどころがない。クロード素晴らしい、リューパの大エースですね。ということなんで、まあ、正直言うとコレクション限定の中でも一番強いと思います。まあ、アバドンはアバドンでね、毒パのエースということで、まあ、あっちはあっちで強いんですけど、まあ、リューパーが個人的には使うこと多いからやっぱクロードかなって思いますね。というわけで今回この辺でね終わっておきたいと思います。皆さんぜひクロード狙ってみてください。では。